こんにちは。インテリアコーディネーターの久保孝美です。新居を購入されて間取りが決まったら、壁紙や床材などの内装材を選ぶわけなんですけれども、その中でも壁紙は種類が本当にたくさんあって選ぶのに迷ってしまいますよね。今回は三月さんにご協力いただきまして、商品を参考に壁紙の選び方とおすすめのアクセントクロスをご紹介したいと思います。壁紙を選ぶ時のポイントなんですけれども、まずはどのような部屋にしたいかっていうことをイメージすることなんですね。壁紙をいきなり選び始めるのではなくって、まずはどんなイメージの部屋にしたいかっていうことを決めておくと、壁紙を選びやすくなります。その時にいきなり何々スタイルというふうにスタイルから入るのではなくって、お部屋でどんなふうに過ごしたいかとか、何をしている時に幸せを感じるのかとかいうことを想像しながら、具体的な画像でイメージしてみましょう。ベースとなる白のクロスでも、織物調とか椅子調とか塗り壁調とか、いろいろなテクスチャーのクロスがありますので、最初にイメージを決めておくことで比較的スムーズに選ぶことができると思います。次に壁紙を選ぶときに、フローリングとの相性もポイントになるんですね。木目のフローリングの色味も、青み寄りのもの、そして赤み寄りのもの、そして白黒色系のもの、大きく3つに分かれるんですけれども、その色味にクロスを合わせることによってお部屋に統一感が出ます。でこちらが色調による組み合わせ例なんですけれども、青み寄りのフローリングには少しグレーの入った壁紙が相性がいいです。で黄赤み寄りのフローリングには、ベージュ系の壁紙がよく合います。そして白黒色系の床には、グレー系にもベージュ系にもよらない白系の壁紙が、よく似合いますので、最終的にはフローリングとクロスのサンプルをですね、合わせて色味の違和感がないか確認して選びましょう。次にフローリングと壁紙の組み合わせ例をご紹介します。こちらはモダンでシックなイメージに似合う青み寄りのフローリングにグレー系の壁紙を合わせたパターンです。ベースのクロスにするか、アクセントとして取り入れるかでグレーの濃さを選ぶといいと思います。黄みや赤み寄りのナチュラル色の床にベージュがかったクロスを合わせると、より温かみのある空間を演出することができます。青み寄りでも黄み赤み寄りでもない白や黒色系の床にはプレーンな白のベースクロスを選ぶといいと思います。プレーンな白は比較的どんな色の床にも合わせやすい色です。空間は床、壁、天井の順番で色を明るくすると、天井が高く、そして広く感じると言われてるんですね。しかし絶対そうしなければいけないというわけではなくって、逆に天井を暗くすると空間に落ち着きが出ます。ですので、その空間でどんなふうに過ごしたいかとか、どんなイメージにしたいかということに合わせて壁紙をセレクトしましょう。あと最近は機能性に優れた壁紙が増えてるんですけれども、例えば汚れ、傷防止、消臭効果、結露、カビ防止の吸放湿壁紙などがあります。またおうち時間を楽しめるプロジェクター用のクロスや黒板壁紙なども人気です。壁の一部にアクセントクロスを取り入れると、お部屋のおしゃれ度がアップします。そこで三月さんのクロスの中からおすすめのアクセントクロスをご紹介したいと思います。
こちらのベージュ系のクロスなんですけれども、このクロスはナチュラル系のインテリアによく似合う空間に温かみと落ち着きを与えてくれるクロスです。ほっこりとした雰囲気を作りたいときにぴったりなクロスです。さらに、こちらのクロスはつるんとした質感ではなくってざっくりとしたテクスチャーがあって、そちらも素敵なクロスです。こちらはアイボリーをベースにグレーの直線的なラインの模様の入ったクロスなんですが、空間にさりげない個性とおしゃれ感をプラスしてくれます。この写真のようにナチュラルモダンなインテリアにもぴったりですね。こちらはグレーベースにアールデコ調の幾何学模様をデザインしたクロスなんですが、洗練されたモダンな印象を演出してくれるクロスです。グレーのアクセントクロスはとても人気があるんですけれども、グレー一色だけだとちょっと物足りないなという方にはおすすめのクロスです。北欧ナチュラルのインテリアもとても人気があるんですけれども、そのインテリアに何か色を入れたいなという場合は、こちらのサイドを抑えた淡いブルーやグリーン系のクロスはおすすめです。このクロスは塗装調のテクスチャーになっていて、こなれた印象になります。淡いブルー系もとても人気があるんですけれども、無地では物足りないという方はこんな大柄のシンプルなラインが入ったクロスはいかがでしょうか。このくすんだブルーは意外に合わせやすくて、明るいナチュラルカラーやホワイトを引き立ててくれます。子供部屋に色や柄を取り入れる場合、子供っぽすぎない色やデザインにすると大きくなっても違和感がなくておすすめです。この黒板壁紙シリーズはカラーバリエーションが豊富で、色の組み合わせが楽しめます。壁に好きなだけお絵かきができる、子供が喜ぶこと間違いなしのクロスです。子供部屋に柄物を取り入れたい場合、このようなデニムをボーダーのように縫い合わせた柄とか、大柄のボタニカル柄のクロスで遊び心のある子供部屋にしてもいいですね。動物が好きなお子様にはこのようなクロスはいかがでしょうか。動物など生き物がデザインされたクロスは空間に躍動感を与えてくれます。この狐柄のクロスはイギリスのサイオン社のデザインで、他のカラーもとっても素敵なクロスです。広い部屋に色や柄物クロスを取り入れることに勇気がいる人は、洗面所やトイレなどの小さな空間から始めてみてはいかがでしょうか。こちらの黒目地のタイルデザインはブルックリンスタイルっぽくなりますし、北欧カラーのクロスはレリーフ調のデコボコがあって、さりげないおしゃれ感があります。トイレはお客様も使用する可能性が高いので、クロスにこだわるのもおすすめです。グレーの縦ストライプはインパクトのあるスタイリッシュな空間になりますし、ベージュのモザイクタイル柄は優しい雰囲気を作ってくれます。プライベート空間である寝室もお好きなクロスでお気に入りの空間にしてみませんか。ゴールドとグレーがあしらわれたピンクのクロスは甘すぎないデザインで、大人女子におすすめです。どこか英国を思わせる花柄のクロスは華やかで、深いネイビーが心を落ち着けてくれそうです。寝室に無地のアクセントクロスを取り入れたい場合、こんなくすみカラーのブルーグリーンもいいと思います。淡いピンクやホワイト、ブラウン、ブラックなどと合わせて、可愛くもかっこよくもできる癒し感とおしゃれ感のあるカラーでおすすめです。最近はオープンタイプのクローゼットも増えてるんですけれども、このクローゼットの中をあえて違うクロスにするのもおすすめです。クローゼットの中をカラフルにして、お出かけの準備を楽しい時間にしてみませんか。アクセントクロスは壁だけではなくって、天井にアクセントをつける方法もあります。
ベッドに寝転んだ時に目に入る天井を木目のクロスにして癒し空間にしてみてもいいかもしれません。クロスは貼り方を工夫するとアクセントとなりおしゃれな空間にすることができます。そのおしゃれな貼り方をご紹介していきたいと思います。柱など壁に段差のある場合なんですけれども、あえて木目のクロスを貼ることによって柱を生かすのもおすすめです。アクセントクロスは壁の隅から隅でクロスを貼り分けることが多いんですけれども、隅から隅ではない平らな壁面でクロスを貼り分けてアクセントにすることもできるんですね。水平でアクセントクロスを貼り分けた場合、そのクロスの高さ、貼り分ける高さによっても印象が変わりますし、見切り材というものを使って装飾することもできます。クロスの柄そのものではなくて、貼り分けによって壁面をデザインすることもできるんですね。これは3色のクロスをグラフィック的に貼り分けてデザインしたパターンです。オリジナリティあふれる空間にしたい方にはおすすめです。色や柄が派手めで主張のあるクロスも、このように木目のクロスと組み合わせることによって落ち着きが出てこなれたイメージになります。最終的に壁紙を決める前に大切なのは、必ずサンプルで確認するということなんですね。このような A4 サイズぐらいのサンプルを取り寄せることができますので、必ず実物を見て確認しましょう。色は面積が大きくなればなるほど淡く見える傾向がありますので、実際はこのサンプルよりも淡く見えるという前提で選んでください。今回ご協力いただいた三月さんにはショールームもあるんですが、さらに大きなサンプルもたくさんありますし、スタッフのアドバイスを聞きながら選ぶこともできるので、ぜひ利用してみてください。今回壁紙についてご紹介してきましたが、新居の家づくりで後悔しないためにもぜひ参考にしていただければと思います。壁紙は種類がたくさんあるだけではなくって、貼り方で無限大にデザインできるアイテムです。心からリラックスできてエネルギーを上げる空間づくりのアイテムとして、自分らしく取り入れてみてはいかがでしょうか。暮らし屋投資いいよ。